失礼します。おはようございます。吉岡です。どうですか？昨日一日泊まってみて。のんびりできました。夕方、遅番ですね。遅番の人が閉めて帰っていったので、それを早番の人が開けるという。各フロアごとに分けていくところになります。あ、お疲れ様です。事務所の吉岡です。何か夜ありましたか？かしこまりました。ご家族様からご連絡がありまして、もともと入っていた予定をちょっとずらしてほしいということで、ご相談があって、でたまたまお部屋が空いていたので、そのままずらしてご案内をするというところでお返事をしています。もともと26歳くらいまで全然別の飲食店の仕事をしてたんですけれども、その時に祖母が、そういう業界ってなかなか長続きしないだろうというふうにこう言ってくれて、でその時に資格を持った方がいいだろうなと思って、でいろいろと探してたら社会福祉士っていう仕事があって、でなるべく人の役に立つ仕事をしたいなってもともと思っていたところがあるので、社会福祉士を専門学校通って1年で取って、実習先が老健で、ご高齢の方と接する機会がすごくあったので、でその時に自分でお話ししたりだとか、いろんなその実習先の先生の話とかを聞いてたら、なんかこの分野もしかしたら自分に合ってるのかもしれないなというふうに思ったので、こっちの介護の分野を目指すようになりました。おはようございます。失礼します。お疲れ様です。今日明け誰でしたっけ？久々さん。またそうですね。帰るときにね。元気なのか。元気ですか。よかったです。昨日から初めてご利用された方だったので、一応一晩経ったので、ご様子とか、あとお声掛けして、結構初めての施設だと不安になっちゃう方もいらっしゃるので、私の方からお声掛けをして、そういった不安があったらどういった不安があったのかなというところを聞いたり、あと特に不安がなければどういうところが良かったかというのを聞いて、他のご利用者様にこうお伝えするときに、こういう施設ですよというのをお伝えができるような、材料を集める感じじゃないですけれども、そういった感想とか、ご意見などをいただいて、今後のより良いサービスの向上につなげていけたらというふうに思っております。つながっております。船山様、明日からショートステイご利用になられますので、お迎えのお時間でご連絡をさせていただきました。ショートステイに対するご家族様のご意向などをお伺いできればというふうに思っております。失礼します。夢の園リアン若葉というショートステイの相談をしております。よろしくお願いします。だいたい7時頃ですかね、皆さんお声掛けをさせていただいて、2階から4階のところにつきまして、契約とかだと、そういうご利用者様とかケアマネージャーさんの時間を合わせて応募とかするというところなので、その辺は仕方ないのかなと。お腹空いてるのかと思います。はい、今日のお昼は味噌汁とおにぎりです。時々どこから出てくるかわからないことがあるので、しかなかったので時間とかもあって、吉岡さんに言ってもらって、わかりました。で一旦はちょっと予定通りということで。大丈夫ですかね。かしこまりました。全然なかったですね。相談員っていう仕事自体もまず知らなかったところなので、でその中で
こう専門学校で勉強していく中でそういう仕事もあるっていうところと、あともともと昔から人の話を聞いたりとか相談に乗ったりするのが好きだったので、もしかしたらそういうところも活かせるんじゃないのかなというふうに自分の中で思っていたので、まあ、生活相談員っていう、まあ、全然わからないところに飛び込んでみて、まあ、経験をしてそれを職にできたらなんかいいだろうなというふうに思って、今は生活相談員の仕事をやれているのがとてもやりがいのある仕事だと思ってやってます。骨折治ってきてはいるそうなんですけど、まだ三角筋を持ってるそうで、あ、誰もいない誰もいない明日の段取りに行きました。苦労は常にしてます。ご利用者様の希望に沿えない部分、提供できるところ限られてきてしまう部分があるので、そのあたりを折り合いをつけてご家族様であったりご本人様に説明をするのと、あと施設側にこういう対応できませんかとうまくまとめていくところがすごく大変だな。他の職種の方に伝えてはいるんですけれども、その伝え方がちょっとニュアンスが違ったり温度差があったりとかでなかなかうまく伝わらない部分とかが、まあ、そういったところを気をつけながら日々業務に当たっているのかなというところはあります。なるべく、ね、新しい人とか次に入ってくる人に対して自分の経験を伝えて、こう、まあ、育てるって言い方も変ですけど、自分と一緒にこう育っていけるような環境を作っていきたいなというのは思います。もしなかったら、もう一回、